Drinking Model Press 1月29日、昨年1に、性同一性障害の診断を受けていたタレントの Drinking が、昨年5月20は、1日にタイで性別適合手術を受け、同年7に、戸籍上の性別を女性に変更していたことを29、明らかにした。また、翌は、チニワ本名の、氏名を元てる、元気、からさな、さな、に戸籍上変更したことも発表した。幼少期から性別に違和感を感じていながらも、芸能活動を始めた当初は自身について、男性でも女性でもどちらでもないことを示す、ニューキャマタンやユニセックスなどと偽って活動していたことにも違和感を持っていたという。ジャンキン。昨年1には性同一性障害の診断を受けたことを発表し、大きな話題を呼んだ。モデルプレスの取材によると、ジャンキンは5月20は1日に手術を受け、約3狭間タイの病院に入院。タイでは様々なトラブルを乗り越えつつ、手術は成功し、心身ともに本来の姿に戻った。手術を受けたジャンキンはすごく怖かったけど、いい経験になった。嬉しさと新しい人生が始まった角で、今日からサナなんだという気持ちだった。11月10、バツ日が誕生日で、5月20は、1日が生まれ変わった日、と喜びのコメント。また、生きている中で、性別を未経験した人は、なかなかいないと思う。望んでないのに、男に生まれて、すごく辛いことしか、なかったけど、やっと女の子になることができて、からかったことを活かせると、思ったし誇らしく思う、と話している。今後は、女性タレントとして活動することになるが、いただける仕事は全部やっていきたい。新しい自分探しの旅だから、美容、料理、ファッションなど新しいことにどんどん挑戦していきたいと意気込みを見せ、女の子になって新しくジャンケンでやっていく中で希望を与えられると思う。同じ性で悩む子にはもちろん、女性にとっても人は変われるんだとか、夢を叶えられるんだって、もちろん結婚もしたいし、子供も欲しい、それを生きて証明したいと話した。なお、チェンキンは同日、自助伝僕は私を産みました歌馬車を発売。初めて語られるこれまでの自身の歩み、手術や戸籍変更の詳細など、チェンキンが男性から女性に生まれ変わるまでを赤裸々に綴っている。ジャンキン、ゲンキング。11月10は、1日生まれ、愛知県出身。方。2013、インスピリングで話題となり芸能界へ。2017年1月には、性同一性障害と診断されたことを発表し、同年後には、性別適合手術を受け、戸籍上も女性となり新たなスタートを切っている。